あね、プレゼントのさ、サプライズといえばさ、なんか、てるちゃんの話してもいい？え、そうですね。聞きたかったんだけど、めちゃくちゃ。本当に、うん、去年のさ、うん、時の思い出なんだけどね、うん、出会い頭よ、まだ、うんうんうん、誕生日で、はい。あ、そうだね。出会いたての頃、なんかそう、ちょうど当日誕生日、うん、みんなおめでとうおめでとうってわーって言ってくれるのに、うん、なんかその、生田てるさんだけ全然おめでとうも一言も言ってくれなくて、うん、何なんだろう、私のこと嫌いなのかなって思ってたら、拗ねてたら？そう、なんかサプライズ、わー、おめでとうみたいになった後に、うん、よしちゃんこれって言って、うん、実は、なんか、タイミング逃して言えへんかってんけど、うん、みたいなんて。稼ぎやか。なんか、ツイッターで機能知って全然いいもんとか買えへんかってんけど、みたいに言って、なんか、鏡とハンドクリームくれて、うん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 、なんか、カオルコの和柄みたいな感じの、うんうん。そう、そんな、それがサプライズだったかも。すごいね、やっぱ、てるちゃん。探してくれてたんだと思って。かっこいい。きらめいてるよね、そのなんか渡し方とかもさ。うん、そうなんだよね。いや、さすがだな。かわいいなって思いましたね。今年はちなみに何もらったの？え、今年、え、今年ですか？え、今年はですね、うん、まあ、時計をもらったんですけど。おー、付き合ってんの？付き合ってないです。何？それなんかよく聞くさ、3年目くらいの彼氏があげるプレゼントでしょ？違うよ。いいとこのやつでしょ？時計とそうですね、ディナーに連れてって。付き合ってる、これは！付き合ってる。おめでとう！付き合ってない。いや、いい関係ですよ、でも。そうそう。なんかその去年聞いて、今年。